淡水線は台湾にかつて存在した鉄道路線。北段線と呼ばれることもある。路線は台北駅より北進し、キールン川を渡った後に西北に向かい、赤道平原の西端で再び北に旋回し、淡水川岸の淡水駅までの線区であり、また北投げ駅から東北に2北投げ支線が延伸していた。1988年に、 台北都市運淡水線の工事に伴い廃止された大鉄淡水線の乗車券。1935年の淡水線ガソリンカー、芝山岩道踏切にて日本による台湾統治が開始された1895年、当時のキールン港は設備が未熟であり、港湾設備としては淡水港が主要な地位を占めていた。淡水港から台北までは当初は水運に、 意挙していたが、台湾総督府は、物流の迅速化のために寝台に建設された鉄道を整備することを決定し、急線の資材を利用して、淡水線の建設に着手された。1901年8月25日、淡水線が開通し、台北停車場を含み、計8駅での開業となった。その後、1903年には、大稲駅が完成し淡水線の起点となった。 1915年には新駅が5駅新設され、大井の駅が廃止となり、起点は北門駅と変更された。1923年、実質的に台北駅を起点としていた淡水線の運行形態を追認する形式で北門駅が廃止され、名実ともに台北駅が淡水線の起点駅と変更された。 その後、淡水河の土砂堆積が進行し、大型船舶の運航が困難となり、また、キールン港が整備されたことから淡水港の重要性は急速に失われた。貨物輸送の不振に陥った淡水船であるが、北投げ温泉への同時客輸送の需要が高まり、当時の道路輸送の未熟さもあり、1916年に、 二北投げ船が開業させ、旅客輸送を中心に、経営が継続された。戦後は、日本式駅名である、大正街と、宮の下の駅名変更が行われたが、その二駅を廃止、同時に、大毛病と、中二の二駅を新設し、11駅体制で営業が、続けられた。しかし自動車輸送の発展により、旅客輸送の、輸送性は低下し、1966年に、 北投げ赤土間の六車線快速航路が完成されると、その衰退は一層顕著化した。1970年代初頭に発表された、台北都海区大衆早運系統計画が提出され、淡水線の早運化が提唱された。数度の修正を経た後、1986年に行政院は計画を認可し、淡水線は廃止される方針が決定された。 1988年7月15日、淡水線は営業最終日を迎え、23時20分に台北発淡水業の最終列車が台北駅6番ホームを出発して通常営業を終了。翌日の配線イベントで特別列車が運行されたのを最後に87年の淡水線の歴史に幕を下ろした。その後は軌道及び駅舎は撤去され、 早雲の建設が進行。1997年に台北都市雲淡水線が開業し、王子の淡水線を継承する形態での営業が行われている。ありがとうございます。